はいどうも、白熊先生です。今日ですね、アイドル好きとしても知られるですね、南海キャンディーズの山ちゃん、山里さんですね、山里さんことですね、今山ちゃんさんがですね、自身のですね、ラジオ番組の中でですね、アイドルでですね、ちょこちょこいる、なんかこう、ぶっちゃけ系アイドルっていうんですかね、要はアイドルらしくないこと、アイドルっていうんですか、結構ですね、思ったこと何だって言っちゃいますよ、毒舌系ですよ、みたいな、そういった感じのアイドルの方っているじゃないですか、そういったアイドルの方たちにですね、まあ、かなりの苦言を呈してたんですね、はい。今回の動画はですね、それの、苦言がですね、かなりですね、まあ、共感できたので、その詳細とですね、それに対して僕がどう思うか、まあそのあたりをですね、ちょっといろいろと話していきたいと思います。はい、まずですね、まあ南海キャンディーズのですね、山里さんといえばですね、まあ本当アイドル好きで有名ですよね。まあね、あれだけアイドル好きってこともあってですね、今までいろんなアイドルのタイプの人っていうんですか、の人とですね、共演してきてるわけですよ。でその上ですね、やっぱね、あの山ちゃんさんのね、面白いところって何かっていうと、自身のですね、ラジオ、まあジャンクでやってる不毛な議論っていうね、もうすごい面白い番組があるんですけど、その中でですね、やっぱ山ちゃんさんって性格が悪いのが面白さの一個じゃないですか、あの人っていうのは。まあ、妬みそねみとかね。で、だからこそですね、そのラジオの中で結構腹立ったこととか最近ね、最近こういうのが嫌だったとか、そういうことを結構言うわけですよ。で、もちろんただの悪口で悪いんじゃなくて、ちゃんと芸人さんとしての話術がありますから、ちゃんと面白い話として喋ってくれるんですね。本当にただムカつくんだよ、あの野郎、ふざけやがってよ。みたいなね。本当にただ怒るだけじゃなくて、きちんと芸人さんの話術を持ってして、ちゃんと面白い一個の話、パッケージ化して話してくれるんですね。それがですね、やっぱあのね、ジャンクのね、不毛な議論のですね、面白さの一つの要因となってるわけなんですよ。で、その中でですね、まあ、山ちゃんさんがですね、まあ、いろんなアイドルの人とね、まあ、絡むことがあると。で、そうなってくると、やっぱりこうね、アイドルらしくない、王道ではない系のね、アイドルの人たちと絡むこともあると。で、このパターンでいう王道っていうのはまず何かっていうと、まあ、いわゆる分かりやすいところで言うと AKB 系っていうんですかね。ああいった感じのですね、まあ、まさにザ・アイドルソングみたいな感じのですね、いわゆるそのスカートとかね、履いてですね、原色の、なんていうのピンクだったり原色とかのそういう可愛らしい色のですね、服を着た女の子たちがもう本当ね、踊るみたいなね、踊って歌うみたいなね、で性格も、メンバーみんなで仲良くやってます、メンバーみんなで頑張って売れたいですみたいなね、で誰かの悪口とか言うわけでもなく、一生懸命頑張ります、ファンの皆さんのために、ファンの人たちが私たちの支えですみたいなね、まあ、まさにザ・王道っていうんですか、そういったアイドルの人たちですよね。ただやっぱ今の時代っていうのは、その王道じゃないアイドルの人たちもいっぱい増えてるじゃないですか。本当に多様化したというかね。それはそのアイドルとしての、まあコンセプトだったり、まあもしくはですね、楽曲だったりとかね、もしくは個人的なとこだったり、まあいろんな面がありますよね。例えば今めちゃくちゃ売れてるビッシュなんかも、本当にアイドルらしくないとこがすごくいいとこだったりするわけじゃないですか。癖の強いみたいな感じでね。まあ、アメトークでもやってたかな。あとは、まあ合曲的なとこで言うとね、ベビーメタルとかもそうですかね。あれだって言ってみたらアイドルにも変わらず、そのね、ヘビメタのミュージックとですね、そのアイドルのね、掛け合わせなんて、まあ、まさに王道とは全く違いますよね。はい。ただ、その王道とは違う部分がまさに魅力になって、これだけ売れてるわけなんですよね。で、それはですね、個々人の性格とかにもありますよね。要は、アイドルなんだけど、私思ったこと結構言っちゃいますから、毒舌系ですから、ぶっちゃけちゃいますから、みたいなね。この辺もどうだろうな、わかりやすいってここで言うと、まあ、NGT48 のね、中井理香さんとか、まさにそれで一気に目立ちましたよね。あの人ってアイドルにもかかわらず、思ったことは何でも言っちゃいます、みたいなね。運営とかに対する気に入らないことも、私はガンガン言ってきますよ、みたいなね。そういったところがですね、まあ、あの人の魅力であり、そこがですね、個性となり、まあ、NGT ができた当初からですね、あの人はこういう個人にグワーンって目立っていったんですよね。で、そういったですね、まあ山ちゃんさんもですね、その王道系の人々ともいっぱい絡むし、そういったですね、そのまあ、王道ではないアッシュっていうんですか、そういうタイプともいっぱい絡むと。で、そんな中ですね、山ちゃんさんがですね、ある、ね、まあ、その人たちに対して苦言をですね、ラジオで呈したんですね。で、それは何かというと、どうやらですね、その、まあ、王道ではないアイドルの人たちがですね、結構裏が、まあ、誰とは言いませんでした。まあ、山ちゃんさんもですね、やっぱりプロですから、個人名出すのも違いますからね。そのですね、その、まあ、王道ではないアイドルの人たちといっぱい絡むと、どうやらですね、その人たちが王道のアイドルの人たちをですね、ちょっとこう、裏では、なんだろうな、いじってるっていうか、馬鹿にしてるパターンが結構多いらしいんですね。要は、ね、そういう風に、まあ、王道系じゃない人たちで、どっちかっていうと、私たちは私の思うがままに、私という個性で生きてるみたいな、そういうタイプの人って多いじゃないですか。だからこそそういう人たちからすると、やっぱり王道系アイドルっていうのはやっぱどこか我慢してるようにも言えるのかもしれませんよね。もっと言えない方とすると、ちょっと媚びを売ってるじゃないですけど、ファンだったりとか大人に媚びを売ってると、自分というものを隠して媚びを売ってるように見えるみたいな。だからこそそういったですね、そのまあ王道じゃない人たち系のアイドルの人たちが、王道のアイドルの人たちをですね、裏では
なんかね、あれってコビ売りすぎだよねとか、ぶりっ子だよねとかね、あーまでして売れたいみたいなね、そういう感じでちょっとやっぱいじってる、まあいじってるがバカにしてるじゃないですけど、そういうことを見るのがちょっと多かったらしいんですね。うん。で、山里さんはですね、そういった、まあ王道系アイドルをですね、いじってた、裏でバカにしてた、そのですね、王道以外のアイドルに対して苦言を呈してたんですね。名前を出さずにね。うん。じゃあ、どんな苦言かっていうと、具体的に言うと何かっていうとですね、いわゆるですね、その、王道がいるからこそ、あなたたちはね、はい、ね、要は、その目立ってるんだよと。王道が あってあるからこそ、あなたたちはね、今そこに入れて、それが魅力になってると。うん。つまり、王道があっての存在でしかないんだ、あなたはと。だからこそ、その王道にあなたたちは感謝しないといけないと。うん。だから、そのですね、王道側をバカにするのは絶対に違うよっていう風なですね、まあ、苦言を呈したんですね。うん。でですね、僕はですね、これ聞いたときに、まあ、ものすごく納得したというか、なるほどなって思ったんですよ。うん。というのは何かというとですね、その、じゃあ、王道を表としてですね、王道じゃないを裏としましょう。ってなったときに、僕ね、これどういうことかっていうと、この関係性って、表があるから裏がある関係性なんですね。うん。逆に、裏があるから表があるって関係性ではないんですよ。うん。これやっぱどういうことかというとですね、うん。要は、その、王道の人たち、表ですね。表の人たちが王道としてですね、王道としてのアイドルをやってくれてるからこそ、裏、そうじゃない人たちが、ね、それとのね、差別化として目立てるわけですよ。うん。王道の人たちがですね、やっぱ今、まあ、やっぱ多いじゃないですか、まだ数で言ったら。うん。数の多い王道の人たちが、そこで切磋琢磨して頑張ってくれてるおかげで、そうじゃない、それとは違う戦法、そうじゃない音楽をやることによって目立つことができるわけですよ。うん。で、じゃあもしかして、じゃあ王道の人がいなかったとしましょう。うん。全部が裏側。要は、今よく聞くですね、アイドルらしい音楽性を持ったアイドルっていうのが、もう一つもいなかったとして、全部ですね、まあ、ここ、なんていうのかな、その、アイドルらしくないというか、うん。おのおのたちがですね、まあ自分たちの好きなように好きなものをアイドルの音楽としてやってる時代だとしたら、それ目立たなくなっちゃいますよね。うん。それで目立ちませんよね。要は個性がですね、まあ没個性になってしまうわけですよ。埋もれてしまうわけですよ。うん。この裏側の人たちがなんでこんなに目立てるのかって言ったら、表がいるからこそこんなに目立てるんですよ。ね、表がなくなって全部裏、すべてのアイドルがバーって裏ってなったら、ね、埋もれちゃいますよ。うん。ね、だってその中みんなそうなんだもん。みんながそういう風になっちゃったら、ね、その人はやっぱり埋もれちゃいますよ。うん。ね、だからこそ、ね、まさにですね、その、まあ、山ちゃんさんが言って何かっていうと、表があるからこそあなたたち裏がいるんだよっていうね。うん。裏のあなたたちがこれだけ目立てるのは、これだけ目立てて魅力を発揮できて、ファンの人たちがついてくれたのは、表がいるからこそなんだよと。だからこそ、表の人たちに対するリスペクトを忘れちゃダメってことなんですよね。うん。で、じゃあ逆にですね、裏があって表があるのかって言ったら、これは違うわけですよ。表があって裏があるは成立してるんですけど、裏があって表があるは成立しないんですよ。うん。それはやっぱりなんでかっていうと、こういう裏系のアイドルの人たちっていうのは、やっぱりですね、ね、それが先に出てきたわけじゃないじゃないですか。うん。アイドル業界っていうのは、まずこの、やっぱ表側の業界の人、表側のタイプっていうんですかね。うん。こういう人たちが、やっぱりアイドル界のスタンダードでしたよね。うん。だから、裏から始まったわけじゃないんですよね。うん。だからこそ、裏から始まったわけじゃないから、別に裏側の人たちがいるからこそ、表側が存在できるっていう関係性ではないんですよ。うん。ね。だって別にもともと裏なんてない状態から、この表側の人たちが出てきてね、王道突っ走ってね、世の中に広がったわけですから、裏なんて関係ないんですよ。いらないんですよ、別に最初から。うん。つまりですね、つまり、その表っていうのは、表側の存在の王道アイドルっていうのは、裏側の存在を必要としてない。ただ、裏側のアイドルっていうのは、やっぱり表側という人たちをね、その存在がすごい必要不可欠なんですよね。うん。だからこそ、山ちゃんの言うようにですね、それに対するですね、まあ言ってみたら、まあ、リスペクトもせずにですね、うん、要は裏でいじったりとか、馬鹿にしたりとか、そういうのは違うってことなんですね。うん。で、そういうところから考えると、僕としてはですね、すごい山ちゃんの言うことは納得できたなっていうふうに思いました。はい。で、あとですね、ちょっと補足じゃないですけど、じゃあこの裏側の人たちはですね、なんで裏側に走るかっていうとね、やっぱりいろいろメリットがあるんですよ、メリットが。うん。というのはやっぱ何かっていうと、まず一つとしてはね、手っ取り早く目立てるってことですね。手っ取り早く目立てる。うん。やっぱりですね、なんだかんだって今の時代まだまだ王道系のアイドルが多いわけじゃないですか。で、そういう風に王道系のアイドルがこんだけいる中でちょっと変わったことをすればですね、やっぱ目立ちやすいですよね。うん。たくさんいる王道系の中で王道で勝負するってやっぱなかなか難しいですもん。うん。だからこそ分かりやすくですね、ちょっとずれたことをする、ちょっと新しいことをするっていうのはですね、まあ手っ取り早く売れるための一歩ではありますよね。はい。で、他にもメリットありますね。二つ目、何かっていうと、王道の人たちががっつり不倫になってるからこそ、ちょっとしたことでですね、ものすごく笑いになったりするってことですね。うん。例えばですけど、先ほどから言ってるように、じゃあ裏側のですね、私何でもぶっちゃけますから、毒舌系アイドルですみたいな人いるじゃないですか。じゃあそういう人たちの毒舌ってどんなんがあるかって言ったら、正直ですよ。まあはっきり言っちゃいますけど、そこまで大した毒舌じゃないんですよね。うん。じゃあ毒舌何なのですかみたいな感じになった時に、いや、ファンの人たちでもキモい人いっぱいいるんですよ、とかね。うん。もしくは、私のアイドルグループの人たち、正直ね、私以外全然ね、可愛い人いないんですよ、とか、まあ正直言っちゃえばその程度なんですよね。うん。対してそこまでですね、ものすごく面白いね、行き過ぎた毒舌でもないんですよ。
よ、うん、ただやっぱりじゃあなんでそれくらいの毒舌でもすごい目立ってこの人たちが毒舌アイドルとしてですねすごくねフューチャーされてしまうか注目がいくかっていうと、これまさに先ほども言っていますけど、表側王道の人たちがですねいわゆる分かりやすいちゃんとしたアイドル像っていうのをやってくれてるおかげで、あなたがねそれくらいのちょっとした暴露ちょっとした暴露でもものすごく目立ってるんですよってことなわけですよ、うんね、そこがねそういう点から考えてもですねやっぱりですねあのこのね、裏側で最初から狙っていくっていうのはですね、まあそう考えるいい手なのかもしれませんね。うん、王道の中で戦ったってなかなか難しいですから。だとしたらその今いる既存の人たち王道のアイドルを振りとしてカウンターとしてね、カウンター的な感じで裏側のアイドルとしてやるべき、まあそれがね分かりますかといってね 100% 売れるかどうか分かりませんけど、でもですねやっぱ一個のいい手なんじゃないかなと思います。ただですねそういう方法でいくんだったらだったら山ちゃんの言う通りですね、やっぱり王道側へのリスペクトだけは忘れちゃいけませんよという話ですね。はい、そんなわけでですね、この話にちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。